ちょっと痛いですかね。うん。うん。頭の方が痛いですか。首がつく感じですか。あ、頭の方が。頭の方が。うん。うん、そうですね。結構頭皮が硬いですね。やっぱりまだちょっと寝不足だったりとかありますかね。最近なんか3時4時ぐらいまで寝れないこともあって。ああ、そうなんですね。かなり頭皮が硬いです。痛気持ちいい、はい、失礼しますね、はい、パパですか。さっきより波が、うん、言われました、うん、はい、はい、痛いですか。でもなんかわーってならないですね。はい、我慢できる。我慢できる範疇の。はい。いや、取れましたね。後で追いつけてください。置いときますね。あ、はい、はい、ないですか。
ちょっと痛い。ちょっと痛い。うん、そうですね。こっちの方が首がこう突っ張ってますしね。痛いですね。うん、ちょっと色にくそうな。ここが痛いですよね。はい。はい。今ね。今の状態は痛くないですか。うん。大丈夫。くすぐった。くすぐった。あ、出た。出た。開いた顎が。くすぐったかった。結構頭の緊張が強いんですね。あ、さっきより見たくないですかね。はい。耳も硬くなってますね。ちょっと痛いですよね、これだけでも。うん、痛いです。うん、でも何に耳痛がってないですね。うん、でも痛いですね。まあ痛いは痛いですね。硬いんで、うん、でもまあまあ多分今ぐらいならその痛いっていう痛みじゃない、いいですよね。うん、痛気持ちいいぐらいの。そうですね。はい、結構全体的に力も抜けてきて、うん、眠たくなってきます。そうですよね。危ないです。
ですね、これで、はい、仕事させていただきます。はい、ゆっくり起きてみてください。はい、肩をいただきますね。はい、超痛い。はい、で頭の後ろに手を組んで、ひねります。反対もひねります。伸びてますか？伸びてる。はい、ゆっくりしますね。ああ。はい、肩を上げて下げる。後ろの方に肩甲骨寄せるように回します。ちょっとやりづらいですかね。はい、お疲れ様でした。いかがですか？はい、すごい気持ちよくて、はい、もうなんか寝そうでした。寝そうでした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、顔がやっぱりちょっと終わった後、うん、ほっこりというか、はい、はい、柔らかくなってますね。はい、あ、なんかラストスパート、はい、めっちゃ気持ちよかった。あ、そうですか。なんか最後の一揉みがマックスで気持ちよくて、はい、あ、そうですか。カクンってな。頭がなんか、うん、実はめちゃくちゃ疲れてましたね。あ、そうですね、うん、まあ、寝れてないから頭が凝っちゃったんですよね。あとなんかやっぱ硬くなりすぎてチリチリ痛むとかもあって、うん、ありました。もともと前からこう頭皮が硬くなりやすい ね、すごい前もなんか人にやってもらったら硬いって言われたって言ってましたもんね。はい、うん、楽になりました。あ、よかったです。ありがとうございま す。ところで本間さん、はい、何か告知などありますでしょうか？はい、あの仕事の告知はないんですけど、はいはい、最近ツイッターをやめて、はい、インスタグラムを始めたので、はいはい、よかったらフォローしてほしいんですけど、名前が青井美琴っていう。あ、そうですね。そう、はい、名字つけました。はい、名字つけてやってるので、はい、よかったら探してみてください。はい、あの貼りますね、青井美。あ、そうですね、アンダーバーでしたっけ。あ、そうですね、下のなんか、うん、下の線ですよね、はい、アンダーバーが入って、はい、青井アンダーバー美琴でアカウントですね。はい、はいはい、ですね、結構あれですよね、肌の露出が多めの写真も、はい、あ、そうですね、ですね、はい、まあ、お好きな方はぜひ。はい、はい、はい、私もインスタをやってるのでよかったらフォローしてください。では今日もありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。 See you.